はい、みままです。今日はリクエストで多かった普段メイクをしていこうと思います。いつもと別人の人物が映ってるかもしれないんですけど、いつももう顔面塗装して下げてまして、今日は英語教室やって、普段英語教室とか子供関係の時はああいう濃いメイクってほとんどしなくて、プライベートでお買い物行ったりとか、あとお友達と遊んだりする時にいつものメイクをしてるんですけど、今日はその英語教室やったので、もうファンデーションと眉毛は描いてしまってるのでアイメイクからになっちゃうんですけど、ごめんなさい。またゆっくりさせてもらおうと思います。それではよかったら最後まで見てください。スタート。まずもうファンデーションはしちゃってるんですけど、何を使ってるかだけ紹介しておきます。私が使ってる下地はこちら、メイベリンのパワープライマーのナチュラルを使ってます。これはもう顔全体にバーってつけたらいいんですけど、結構サラサラしてるので私は大好きです。で、これを塗った後に塗ってるのがこちら、イブサンローランのサンアンクレドポーっていうファンデーションを塗ってます。で、これは本当もう私が大好きな、めっちゃお気に入りのファンデーションで、これも塗ったらめっちゃサラサラして結構カバー力もあるのですごい好きな商品です。何回かリピートしてます。で、これを塗った後に塗るのがこちら、クリアラストのマットオークルです。これはもういろんなファンデーションを使ってきたんですけど、これが一番私の中でいいなと思ってずっとリピートして使ってる商品です。今もファンデーション塗っちゃってるんでわからないんですけど、シミがすごいんですよ。で、コメントとかでもお肌綺麗とかって言ってもらってたりしてすごい嬉しいんですけど、でも実はすごいシミがあって、もうそれが悩みで、化粧するときはどれだけシミを隠せるかっていうのが私の重要ポイントになります。ちょっと忘れてたんですけど、これも塗ります。資生堂のスポッツカバー、これがすごいカバー力があって最近お気に入りの化粧品です。ではアイメイクやっていきたいと思います。まずこちらのペンシルで目の粘膜、上のまぶたの粘膜にこれを塗っていきます。あまりまだわからないんですけど、粘膜にまず塗ります。で、次は普通にアイライナーを引いていくんですけど、それがこちら、メイベリンのハイパーシャープライナーでラインを引いていきます。で、私はつり目より垂れ目が好きなので、ここはちょっと長めに引きます。で、上まぶたは完成です。私はシャドウは塗らないので上は完成で、次は下を塗っていきます。下の涙袋に使うのがこちら、フォーシャイニーアイズです。でも結構使っててじゃないかもしれないんですけど、まずこの薄いピンクを塗っていきます。で、これはちょっとにーって笑って、笑いながら笑ってできたところの自分の涙袋に引いていきます。結構がっつり私は入れてます。で、続いてその涙袋の影を入れたいので、こちらケイトのデザイニングアイブロウで影を作っていきます。で、これももう結構使ってるのですごいことになってるんですけど、っていうかもうほとんどないんですけど、一番上の濃い色で影を作っていきます。ついてた筆って描いていくんですけど、あんまりつけすぎるとあれなので、ちょっとちょんちょんちょんって叩くぐらいの感じで大丈夫です。黒目の端っこの下ぐらいから、はい、こっちが引いてこっちが引いてないんですけど、影ができたことによってまた全然印象が違うと思います。こっちが引いてない顔、こっちが引いた顔です。ではこっちも引いていきます。こんな感じです。で、次にまたさっきと同じ涙袋を作ったキャンメイクのフォーシャイニーアイズのこの一番暗い部分を使って目尻をぼかしていきます。で、目尻は、この、自分の描いた上のラインから、黒目の中心よりちょっと目尻よりのところまでぼかします。で、次に、下まつげをマスカラしていくんですけど、それが、こちら、メイベリンのボリュームエクスプレスを使っていきます。これは普通に塗るだけです。はい。はい。塗れました。わかりますかね？こんな感じでーす。で、最後に、この黒目の下の粘膜にだけ、上の粘膜を引いた、こちらのペンシルで、黒目の下だけ引いていきます。
はい、こんな感じです。もうだいぶ変わりましたね。別人。ほんまに化粧って恐ろしいです。はい、でもうアイメイクはもうほとんど終わりで、次にチークを塗っていきます。で今私が使ってるチークがこちら、レブロンのマットパウダーブラッシュの106番を使ってます。ピンクすぎたり赤すぎたりするチークがあんまり好きじゃなくて、私は基本的にオレンジ系の色をいつも使います。で筆でちょっとちょんちょんちょんって叩いて、で手にちょっと乗せてから笑った時にできる一番高い部分に塗っていきます。目の時もちょっと叩く感じで塗ります。こんな感じ。はい、こんな感じです。次ハイライトを入れていくんですけど、ハイライトがこちら、ウィッチズポーチのラブミーブラッシャーのハイライトを使ってます。これはドンキホーテで昔に買ったんですけど、今ちょっとまだ売ってるんかちょっとわからないんですけど、結構発色も良くって気に入って使ってます。で、これは100均で買った筆で適当にピーって取って、まず鼻筋を塗っていきます。で、顎。で、鼻下。眉毛の下。で、ここをくの字に塗って、ハイライトは以上です。で、次はノーズシャドウなんですけど、ノーズシャドウもさっき涙袋の、影で使ったこのケイトのアイブロウでいきます。このもう若干残ってるこの部分で引いていきます。顔面がのっぺらぼうなので、結構がっつりいつも入れてます。さあ、切ってます。で、こんな感じで入れたら、最後に眉毛とつなげます。軽くだけ、軽くシャシャって、こっちもシャシャシャって。はい、こんな感じです。だいぶ変わりました。いつもの私に戻ってきました。で、私、ここにほくろがあるんですけど、このほくろが結構気に入ってるので、でもファンデーションすると隠れちゃうので、このさっき使ったライナーでチョンってします。チョンって。はい、若干目立つようになりました。最後にこちら、ケイトのダブルラインフェイカーでダブルラインを引いていきます。自分の眉の幅の線にピーって引きます。はい、こんな感じです。最後にリップをやっていきます。リップはまず、リップクリームは今はこちら、ジョンマスターのリップクリームを使ってます。これね、ちょっともうシールがめっちゃ汚いことになってるんですけど、これはもう柑橘系の匂いがして、すごいいい香りやし、保湿もすごいしてくれるので、結構気に入ってます。で、こちら、レブロンのマットグロスを塗っていきます。はい、こんな感じです。で、次にこちら、これも海外で購入したものなので、ちょっとブランドとかは特にないんですけど、こういう感じの自分が塗ったリップより黒めのリップで下唇にラインを引いていきます。で、これをすることによってすごい唇の印象が変わるので、ぜひやってみてください。はい、どうでしょう、変わったと思いませんか。海外の人みたいに唇がぷっくりするんですよ。私は毎回やってます。で、下唇にこのラインを引いたら、次は上唇のこのなんかちょっとぷくってなってるこの部分にハイライトをのせていきます。で、私はこのさっき使ってたシャドウの白に近いシャドウを使います。で、ほんまは細い服とかあったら塗りやすいんですけど、私今持ってないので、これで普通にチップで描きます。ここをチョンチョンチョンってして、この部分に、はい、こんな感じです。変わりましたか。この化粧の仕方が結構私は好きで、いつもやってます。はい、ということで完成しました。はい、いつもの自分に戻ってすごく安心してます。はい、これで見てくださってる方も多分、うわっ、ママ顔やばとか思われたかもしれないんですけど、はい、いつも詐欺ってました。
はい、ということで私の普段メイクは以上となります。参考になるかはわからないですが、よかったら参考にしてみてください。私のそのメイクで重要なのは、まず肌、シミをどれだけ隠すかっていうことと、シャドウは塗らない。なんかシャドウを塗らずにダブルラインだけを引く方が漏れるような気がして、もうシャドウはここ何年か塗ってません。あとリップですね。リップにも影をつけるっていうことが私のメイクのポイントになります。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。